おはようございます。今日は久々のピンかもしれないということでオープニングスタート。始まってしまったのはいいが、なんか俺しかいないんだけど、後から来るかもしんないし来ないかもしんない。とりあえず僕が一人で放送します。髪型変わった、ヘアメのせいだよ。俺髪切ってないから全然1ヶ月ちょいは切ってないと思う。切ってないっす。今日のヘアメはちょっとストレート目で、雰囲気変えた。裏トーク、俺裏トークなんか先週喋って気がするんだけどね。なんか最近今日2回言われたのが、今日はメイク濃くしてて、あ、そう、変わる濃くしてて、今日は粘膜も黒く塗ったらゴールデンボンバーのキャン様に似てるって、あの初回で2択も言われたね。やっぱ似てるらしい。で、本題に入りたいんだけど、背景どれぐらいで変えられそうですか？ちょっと幅が合わないと思うし。あの雑でいいんで適当ですよ。雑で適当でいいんです。そう、あの背景が来ないと僕の話すネタがね、なくてね、今困ってるんだけど、なんかピンの時に話すネタがあった気がするんだけど、あまりにも期間が空きすぎて忘れちゃったわ。お化粧進化、いや、もうないよ。化粧で多分いじれるところはない。いや、ホストする前から俺化粧してるよ、実は。それを語るとすると、まあ全然言えることなんだけど、あー来たー。じゃあそれは後で、まあ見てください、このね、どっちも社長なんだけど、名前ちょっと下間違ってるけど、どっちも社長ね、これ。告知します。ちょっと背景っていうか、その文字消せます？一時的に。はいはい、ちょっと下の文字が見えないんで、消せたらお願いします。説明します。本日はもう日付変わって2017年1月22日です。左下にの日付に注目してもらいたいんですけど、明日バースデーイベントあります。右の日付はちょっと見えないけどあります。2人とも社長です。社長なんだけど、明日北条蓮のバースデーイベントありますの告知をさせていただきますね。似てるでしょ。で、明日は特別、これ言っていいのかな、裏トークだからいっか。あ、消えた。裏トークだから、ここだけの話言うけど、明日シャンパンタワーがあるんですが、ただし特別仕様のタワーで、例えば僕のお客さんでシャンパンを入れたとします。入れるとすると、普通のシャンパンコールに加えて、タワーに、彼のタワーに注ぐことができますっていう、特別仕様の、バスでのタワーをやるんで、シャンパンタワーするしたことない、できないけどぶっかけたいって方は、明日来るとできます。これを撮ったのはもう、いや知らないけど真似して撮ったらしい。で、来月俺もバスでね、なんか撮りたいんで、もしかしたら同じ格好で撮るかもしんない。
明日はそういう仕様なんで、告知しておきます。で、これ、うん、取るかもしれない、もしかしたら、借りて。面白そうだよね。俺なら全然似合いそうな、とか言っとくとまたナルシスト叩かれんのかな。で、とりあえず、はい、あ、文字戻してもらっていいです。あんまりこういう洒落たの俺着ないんだけどね。で、コメントをさっきの返させてもらうと、そう、ホストする前に化粧をしたことがあるっていう話なんだけど、最初、で俺がね、東京来たのは去年の今頃で、化粧を始めたのが多分ね、春とかになるのかな。で、なんで始めたかっていうと、最初、副業として、まあ今、まあそれは聞いてくださいよ。あの、ホストを今や、副業として、ね、バイトとして収録ぐらいでバイトとして始めてやってますけど、副業を考えた時に、最初は悩んでて、まあ、この容姿を生かして、生かせる仕事は何だと考えたときに、レンタル彼氏っていうね、あ、これサービス名だ、言っちゃいけないのか、レンタル彼氏っていうあのサービスがあって、俺それで、自分を磨けるかなと思って、やろうかなと思って考えたんだよ。そう、デリホスと似た感じだけど、サービス的には、なんかね、手つなぐ以上のことはしちゃいけないらしい。やってないけどね。で、その募集要項とかにこういう研修しますってあったでのを眺めてたら、メイクの講習みたいなのをやりますっていう書いてあって、あ、じゃあどうせやるんだったら自分で独学でとりあえず始めてみっか、見ようかなって思ったのがそれがきっかけで、そっからヤリーのファンデとかから始めて、まあいろいろ蹴って、結局それはやらずに、で、その後になんか原宿行くと、芸能界興味ありませんかっていうちょくちょく声かけられるんだけど、それもあって、やっぱそういうメディアに出る人ってやっぱ化粧するじゃん。じゃあやっぱ化粧は続けないとなと思って、その話も聞いて、メイクを続けの、結局それも話は何回か聞いたけど、結局やらずに、結局ここにいるんだけど、っていうので、やる前からメイクはしてる。ネイルもそう、やる前からしてる、うん、結局これしかしてないですっていう経緯があります。これ俺の裏トークかな。なぜホストに行ったか、それは語れないな。言える部分と言えない部分があるからね、うん、ちょっとこの不特定多数のところでは言えないから。ホストもスカウトじゃない、いろいろトータル的に比較して考えた結果ここになった。スカウトじゃなくて普通に探した。で、店を決めるまでに1ヶ月ぐらいかかったね。結局退入は別のとことここしか行ってないんだけど、ここで購入しました。あ、そうそう、なんでこの店にしたかっつうと、1回目に行った退入のお店がと比較してなんだけど、まずね、オープン営業開始前に初めて行って、で、なんかシャンコの練習してたんだけど、まあどこの店もシャンコの練習はすると思うんだ、営業前に。で、結構そのプレイヤーと内勤上の人、幹部ではないけどプレイヤーじゃなくて、その運営側の人たちの空気感が結構ピリピリで怖かったんだよね。すごいさ、ちょっとでも間違えるとすごい怒るし、あー、この空気ちょっとやべえなと思って、俺そういうの結構強くないから心折れちゃうタイプだから、
そういうの見てて、まあでもそういう世界なんだろうなって見てて、まあ一通りそのね、初回テーブルマナー教えてもらって、初回ついて、なぜか場内は1回もらったけど頑張ってねっていう理由で場内は1回もらったけど、でそれでタイに終わってもらった、結構すごいことだよって言われてるけど、今思うと確かになかなかもらうことないね。でまあ自慢話じゃないんだけど、でこのノベルの退入行った時にも初回つかせてもらったんだけど、そこでも場内もあったね。でも送りはくれなかったっていう、まあね、そういう話も裏話もありますが、でまあその1店舗目に行った退入って店と比べると、ノベルは何が良かったかっていうと、まあ店来てる人からすると分かるかもしれないけど、あのね、壁がなさすぎ、なさすぎって言い方もあれなんだけど、壁が本当にない。俺のまあ俺が退入した時のイメージっていうか、まあ今もそうなんだけど、上の社長富山さん、それに続き幹部、飛鳥さんなり、エグゼのあやさんなり、役職結構ね高いんだよ。から役職なしの下の人までの壁が全くないんだよね。そうそう、仲がいい。悪く言えばね、この上下関係がはっきりしてないわけではないんだけど、仲が良すぎるからなんかね、アットホームなのよ。そうだから、うちのお店来てる人だったらわかると思うけど、結構ね自由すぎるというか、そう普通に社長挨拶に来たらグイって飲ませるしね。まあ、それがなんかいいとこではあるんだけど、うん、あるよ。うん、特にこちらの方がね、飲ませるよね。来てる人は分かると思うけど、いや本当にある、そのノリっていう壁がないのと、あとは僕が昼と並行し、ね、同時にやるつもりで働きやすさを重視してたんだけど、それが前の店と比べて全然優遇してくれる感じだったから、ここで入ったね。ハマった、ホストにハマった。ああそういうことね。昼も全然続けてるよ。ハマった、うん、まあ面白いかな。やっぱり自分今始めて5ヶ月経ったかな。だけどやっぱりその徐々にね、成長してるなって自分でも分かるし、やっぱモチベーションも上がるから、いやもちろんどっちも続けてるよ。いつまでホストやるのかっていうのはちょっと考えてないけど、絶対ここではやめないといけないやつっていうのは、顔にフケが出始めた、それは絶対的に自分の中で決まってるけどそれ以外のラインはまだ決めてない。見た目の問題、俺から見た目取ったらもうこれしか残んないから。いや見た目は大事だよ。うん、まあシェワークは大丈夫でしょう。うん、あれな、何言おうとしたんだっけな。まだ大丈夫。そう昼もね、まだ全然続けてる。昼はね、今月からちょっとやる内容の仕事が忙しくなっちゃって、残業してからの店に来てるから、いや寝る時間は変わってないよ。まあ5時間ぐらいかな。まあ労働時間はやばいよ。あんまりこういうのさ言うと頑張ってるアピールに聞こえるかもしんないけど、時間の労働時間は8時間プラス夜の時間かな。まあ普通に定時で上がって夜やると、平日だとね5時間ぐらいだから13時間ぐらいじゃない、足して 13.5、 じゃあ14かぐらい。うん、まあでも慣れだよ。もうだってその生活5ヶ月ちょいぐらいやってるから、
というわけで、CM をお願いします。君たちか待つぜ。なんでうちを選んでくれたの。月給26万3ヶ月サポート、新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい、君たちやっぱりロビジュだな。背景は後に話します。背景は後に話します。ちょっと非公開は話すんですけど、まあコメントが埋まっちゃって追いつけない。昼と夜の大変さは、昼は肉体労働じゃないから。ただ今月から残業がしないと回らなくて、いつも最近今月入ってから店に着くのがオープン始まって直後くらいに着いてるから、ちょっと遅れて申し訳ないと思ってる。具合悪くなんない。本当にダメだったら休めるから大丈夫で。ね、背景の話に、いや気合だ、気合とやる気と時間配分とかを、まあ、プライベートを削らないといけないけどできるよ。で、じゃあまた文字消していただいていいですか。説明させていただきます。ね、俺はかぶせてもいいか。あ、スタッフに行ける。2月14日バレンタインイベント始めますじゃない、やります。ちょっと告知早いけど、ね、バレンタインだけはすごい気合い入れたいっていうんで、水曜日に洗剤を、ね、このナンバー陣で取りに行ってきました。で、作ってもらって、多分これがラベルになるのかもしれない。うん、俺ここにいます。これ顔どう、また顔違うのかな。俺写真撮り悪いんだよな。こんな感じ、顔違うかもしれないけど、こんな感じです。はい、どうぞ。あ、やっぱ実物なんだよな。俺写真写り悪いんだよ。で、皆さんチョコ持ってやってるけど、俺毎回やっぱ顔変わるんだよ。あ、すいません、背景を一時的にもう一枚だけ上に乗っけていただきたいんですけど、皆さんに見ていただきたい、やつがありまして、これをお願いします。そう、俺アルフォートなの。っていうか、平日に撮るっていうから、これ仕事終わりだからさ、ヘアメを速攻してすげえダッシュで行って、早く早く言われて撮って、撮影のところに行って、着いた瞬間にアルフォート持たされて、よしこれで撮ってみたいな。で撮って、1、2分で撮った洗剤これだから、ね、洗剤っていうか
これ撮られたから俺何も準備しなくてポーズも何もポーズ撮ってとか言われたけど、なんで焦って撮ってます。これポーズも何も考えてなかった。あ、これそう、これだけ見てほしいんだけど、アルフォートの CM でなんか撮影してきましたみたいなこれだけ見たらそうなんだよでしょ、アルフォート撮影行ってきましたみたいないう風に見えるね。あとやっぱスーツだからさ、ね、花道通りのホストの看板のうん本店みたいな感じに見えるよね、これね、これだけ見ると。昼食の姿は、いや、ヘアメイはさすがにしてないからこんな決めてないけど、まあスーツ姿だから、まあ、あながち間違ってはいない。うん、というわけでこの画像だけ見るとアルフォートの CM なの。これアルフォートは、来たら僕があげます。そう、これだけ見るとシュールなんだよ。あ、じゃあ消してもらっていいですか。うん、ね、これだけね、ハートがつくと変わるっていうね、というちょっと面白い写真でした。好きなのっていうか、ただ渡されただけなんだけどね。うん、ハートと周りのね、雰囲気って大事だよね。あれだけど、あれ本当にアルフォートの CM だからっていう。なんで、2月14日も多分イベント固定、イベントっていうか日付固定で確定でやると思うんで、ね、僕のお客さんじゃなくても他のキャストの指名でも、僕にチョコをください。チロルチョコでいいです。もらったチョコを1としてカウントしたい。で、記録を出したいよね。俺こんだけバレンタインにチョコもらったんだぜっていう記録を出したい。うん、ヘルブに配ってください。てか挨拶した時に配ってください。お願いします。今の記憶多分ね、あんまりね、俺昔話は言ってないんだけど、去年が多分一番多くて、6個とか7個とか、なんか結構だ、去年は、まあ、ホストもしてないし昼の仕事しかしてなくて、ダーツ会みたいなのをちょくちょくやってて、でそこに男の子も女の子もいたから、そのダーツ会に行ってなんかもらった気がする。まあチロルチョコからちょっと良さげなチョコまで、確か6個とか何個だった気がするんだよね。人生はモテたかというと、簡潔に答えます。モテてないです。これからです。飛鳥さんのポージングね、これからだと思う。これここで語っていいのかな。まあ裏トークだからいいか、裏トークだからいいけど、今はこういう風な風貌かもしれないけど昔は違います。2年前なんか特に違います。これさすがに結構小そう、見た目に気を使ってなかったというか、髪は短くて、多分全然気を使ってなかった。でね、今ある免許の写真がちょうど2年前ぐらいのあれなんだけど、これをいろんな人に見せてるんだけど違うよねって言われるので、これはリアルだったら見せれるんだけど、さすがにこのニコ生だと永久ネット上に残っちゃうから、さすがにここでもぼかしは見せらんない。店に来たら見せてあげてもいい。2年前の僕のあれ、そう、すっぴんにしても違う人なの、なぜかわからないけど。そう、免許証の画像だけ載せるでも俺ちょっとまずい、さすがに。店に来てその話されたら見せてあげる。黒歴史でもないんだけど、まあ昔、俺はあまりそのなんかね、他人でも自分でもいいんだけど、昔のことは気にしないから、今が
ね、あのそうだったら今でいいじゃんって、過去にこだわっても仕方ないからさ。免許の更新はこれからだよ。これあのバースデーが来月なんで1ヶ月前後だっけ。これから1月のこれからか、これから3月の末ぐらいまで更新時期だよ。怒られるって誰に。あ、そういうことが免許の写真でってことか。いや、怒られないんじゃないかな。あの目隠れてたら出しなさいよってこうピッてさ取られるけど、怒られなくない。いや、それ言ったらさ、女の女性化粧したらダメじゃんみたいな。俺それ言うよ。 俺そういう男女差は結構気にするんだけど、あの俺昼の仕事してても思うんだけど、なんで男はスーツじゃないとダメなのに女の女性はなんかちょっとカジュアルな服装でいいのみたいな。あと髪の明るさもそうなんだけど、あのね、ちょっと茶髪はいいのに男がちょっと軽く明るくするとおめえなんだって言われるから、俺はそういうの気に食わないんだよね。それも同じく男でネイルして何悪いのって思うんだよ。だ、化粧して何悪いのっていう感じで言われたら言い返します。まあ大丈夫でしょ。っていう生き方をしてるんで僕は。バイベのタワーは多分できないんじゃないかな今のところは。できそうな人がいないんで1分前か。今のところ予定ないんで、これから予定を作るか、できないんだったら明日のレン君みたいな同じ形式にするか、もしくはタワーをしないか、シャンパンだけこうねみんなから開けてもらうかかもしれません。この画像が欲しい。それはじゃあ、あの多分ツイッターかインスタにあげるんで、そこから見てもらうか、担当がいるんだったら担当に聞けばもらえる。うん、タワーやってくれる人いないかなって言っときます。ここ見てる人で多分ね、多分誰かの指名だからいないと思うけど、いやでももう時間ね。というわけで今日は久々にピン放送でした。ではまた来週かな。来週バイバイ。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、溜まり込んだことにすがる この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。